方にのレースっていうかペースは、うん、作れました。しかし35キロで、まあ、私は右足をちょっと捻挫5回ひねって今腫れてる状態なんですが、で35キロからずっともこの状態で、抜かれてもいいから完走はしようと思いました。入賞は絶対もうするなという頭があったんで、別に疲れてもいいや自分のペースで行こう、どうせまだ1回目だし辛いものは何もないから、そういう自分のペースを守ってこそ本当の強い選手だなって。前にシエフさんがいることは分かったですか？もう分かってました、はい。長丁場だし、このタイムで彼が1回走ってる時に8時間切りしてなかったので、いや絶対潰れるなと思ってそれは信じてました。歴代の記録の山本さんの頭しかなかったんで、だからそれはもう抜く、もちろん抜く、そういう絡みと韓国の人の、タイムはうまく調子が噛み合ったとしても多分そこまで速く走れないんじゃないかなっていう頭はありました。まあ一番になれたことも嬉しい、新記録になったことも嬉しい、C といえばあと2分早く走りたかったなという感じでした。まあでも優勝したことはすごい嬉しかったので満足してます。初めてスポルティバで、チームを組まさせてもらって、ちょっと自分が一番力が劣るかなって思ってたんでちょっと不安があったんですけれども、まあ、自分も頑張らなきゃと思って、今回走り抜くことができました。スポルティバチームチーム優勝できて本当に良かったです。最初は、距離に対する不安と、あとチーム戦ということで、チームの皆さんに迷惑をかけないようにと心がけて走りました。8時間を目標にしてて8時間を切ることができたし、またチームにも貢献できてチーム優勝ということにつながったので良かったと思います。来年はもっとチームに貢献できるように頑張りたいと思います。チームスポルティバの後藤です。チームスポルティバこれからも頑張りますので応援よろしくお願いします。